小林敦氏は、静岡県島田市出身の元プロ野球選手。宇と右打ち。東海広戸用中学校時代は2年次に三類手として、第16回全日本少年軟式野球大会で、ベスト8。3年時からエース投手となる。その後東海大相模校に進学。2年秋からエースとして活躍し、3年夏は県大会ベスト4で敗退。 甲子園の出場は叶わなかった。東海大学進学後は3年秋の4章を挙げるも、4年時は不審だったこともあり、プロからの指名はなかった。大学卒業後は77銀行に入校。1年目から日本選手権、東京スポニチ大会などで全国経験を果たす。第81回都市対抗野球東北二次予選では、 第2代表決定戦の対 TDK 戦で3安打7奪三振無支給完封で関東賞を受賞した。その一方で銀行員として同行の県庁支店で窓口業務についていた。2010年のドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから3巡目指名を受けたことを機に入団。77銀行出身者では初めてのプロ野球選手で入団後には 海外 FA 県の講師によってこの年限りで退団した小林博之から背番号41を引き継いだ。なお、指名直後の11月には、杭州アジア大会に日本代表として出場、銅メダルを獲得した。2011年には、チームの新人投手で唯一、春季キャンプを1軍でスタート。公式戦の開幕を二軍で迎えたが、六月八日の、 対阪神タイガー,アース戦に3番手投手として1軍デビューを果たすと同月30日の対北海道日本ハムファイターズ戦から先発に転向7月14日の対埼玉西武ライオンズ戦に先発で登板すると7回をヒア安打2の無失点に抑えて1軍初勝利を記録した1軍公式戦では先発で6試合に登板したが この年を最後に一軍のマウンドから遠ざかった。2012年にはイースタンリーグ公式戦で主に先発を任されると5月下旬までの登板で5勝を挙げた。しかし5月31日の対日本ハム戦では打者6人に4つの支給を与えた末に1回0、3で降板。この試合を最後に実戦を離れると8月15日に 右肩関節の腱板修復手術を受けた。このため、2013年には実戦から離れて右肩のリハビリに専念した。2014年にはイースタンリーグ公式戦で2年ぶりに実戦へ復帰。通算で13試合に登板したが、11回3分の1を投げただけで勝敗はつかなかった。2015年にはイースタンリーグ公式戦27試合に登板。 零勝一敗、防御率4.67という成績を残した。しかし、10月3日に、球団から戦力外通告を受けたことを機に、現役を引退した。ちなみに、ロッテでは、1988年に、小林修行が入団してから、小林敦氏に戦力外を通告するまで、28年連続で、小林製の現役選手が必ず1名、在籍していた。 小林氏が引退した2016年シーズンからは、現役時代にクローザーとして活躍した小林正秀が一軍の投資コーチとして復帰する。ただし、小林氏への戦力外通告後に、ドラフト会議やトレードなどで小林製の選手を獲得していないため、2016年は小林製の現役選手が29年ぶりに在籍しなくなった。 2015年12月10日にスカウトとしてロッテと契約することが球団から発表された。地元の東海地区に加えて北陸地区も担当する。石川ミリオンスターズの安江果淳が初の担当選手指名となった。藤岡博次第も担当した。ありがとうございます。